皆さんこんにちは、細井純子です。ここビッグレッドファームには私も現役時代大好きだったあのゴールドシップがいます。こんな可愛らしいゴールドシップが見られるとは。育成してる馬と比べるとやっぱり賢いなと思うんで。また目つきもこんな優しい目つきじゃなかったですもん人みたいなところがあるんで、こっちもそれに負けないように頭使っていかないとダメなんで、うん、本当にグレーだったのが真っ白になって、はい、大丈夫ですか。そうですね、ストイゴードが入っていたのもですね、パパも入ってた。本当に一時代を変えましたもんね。はい、そうですね。ゴールドシップいかがでしたか。子どもたちが受け継ぎ出てくることを楽しみにしています。